りますので、そちらをご利用ください。こんにちは、メリープの元木です。それからですね、本日お送りするのはですね、波動アドバンスカップです。場所は、ディレックス渋谷宮益坂店よりお送りします。早速ですね、開会式始まっております。自分の試合開始前までには必ずここのフィールドの外のテーブルのところにいらっしゃるようにお願いします。もし試合に間に合わないなどと、スプリングカップ2018に、出場していないチームだけが、はい、参加できるという大会です。チューニングアドの管理はご自身が残っていた。このような声が見受けられた場合は、その試合は本日の対戦表の方を見てみましょう、はい、なので皆さん試合開始直前に本日はですね、全部で10チームにご参加いただいております。各、5チームずつですね、はい、第1ブロック、第2ブロックに分かれまして、各ブロック上位2チームが決勝トーナメントに進出するという試合形式になっています。審判3位が4万円、2位が6万円、そして1位が今日10万円です。気前がいいね、気前がいい。僕もこんな行くんだと思ったので、ぜひ皆さんここ取りに行けるよう頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ではお待たせいたしました。ただいまより、波動アドバンスカップ、シャープ1回目、始めたいと思います。皆さん、よろしくお願いしまーす。さあ、アドバンスカップ。はい、それでは第1回戦から始めていきましょうか。開会です。はい、では、ちょっと掛け始めますか。さあ、波動アドバンスカップ、最初の戦いは、マックスファクター対、佐藤組です。はい、では、スタートしているので、この間に、それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。アドバンスカップ初戦ですね。波動ファイト。マックスファクター対佐藤組試合開始です。さあ、佐藤組先制点を取ってきたのはレッドサイドマックスファクター。さあ、パラメーターは皆さんフィールドなしですね。はい、やはりマックスファクターは常連チームですね。さすが強いですね。さあ、5対2。さあ、波動組の方は新しいチームなんですけども、ここの波動プレイヤーカブトムシ選手が加入していますね。さあ、だんだん追いついてきました。9対5。さあ、ここからさあ取り組んで、さあ、しかしなかなかマックスファクター、さあ、まもなく残り30秒というところで、さあ、3点差です。さあ、加藤組に追いつくことできるでしょうか。さあ、ここからマックスファクターさらにポイントを取った。2ポイントゲット。さあ、一気にポイントを取って5点差まで開いた。さあ、ここからどのような展開見せるのでしょうか。残り時間が20秒。さあ、これはもうマックスファクター逃げ切ろうというところでしょうか、ね、シールドを徐々に張り出しますけども。さあ、波動組、1点でもう一つ取っておきたいところ。これはさあ、残り時間が10秒切ってしまった。あ、やはりマックスファクター強いですね。後半の伸びがすごいですね。レッドサイドマックスファクター。さあ、このまま試合終了。21対11でマックスファクターの勝利です。レッドサイドマックスファクターの勝利です。おめでとうございます。さあ、次の戦いはレッドサイドがあなた手ときたま土の香りがする、ブルーサイドがチームサロペッチという戦いです。ブルーサイドのチームサロペッチはですね、伝説のチームですね。波動ワールドカップの2016に2年前ですね、出場していただいたチームで、かなりアイロンを手に持つというトリッキーなプレイスタイルで一世を風靡したチームなんですが、満を持してアドバンスカップに出場してくださいました。はい、お邪魔しても大丈夫ですよね。ありがとうございます。はい、それでは試合の方を始めたいと思います。さあ、まもなく始まります。さあ、あなたってとっても土の香りがするバーサス、チームサロペン。さあ、久々の大会出場のチームサロペッツはどういう戦いをしてくれるのか楽しみですが、さあ、やはりアナツチは強いですね。さあね、サロペッツね、僕は実は初めてお会いしたんですけどね、2016年、17年と出場されていた伝説のアイロンを持ったチームで、さっき僕はミスターさんに聞いていただきました。ただ、やはり話は聞いていたんですけども、実力差はありますかね。アイロンを持っていま
ません。しかし10対0 1点取りたいところですね。ハルペットの方は続いておりません。じゃあ3分頑張ってください。さあ15対0。さすが、ナツキは今日は気合入ってますからね。初タイトル目指して、という戦いですけれども、さあ、点差はえぐいことになってますね。レッドサイド、あなたと北松君の対決で、残り時間が20を切った。さあ、サロペッツ、1点も取れないまま、さあ、サロペッツ、1点欲しい。さあ、1点は取っていきたいところ。さあ残り時間が10秒を切った。さあ1点取れるでしょうか。さあここで、さあ1点取れず終了。点差すごいですね。32対0。32対0で、あなたって時たま土の香りがする勝利です。島田選手がすごいですね。1万超え。さて次の試合はですね、第1ブロック第2試合ですね、糸和津対アヒル組の戦いです。はい、それではただいまに30秒計測開始です。それでは試合を始めたいと思います。行きましょう。それでは参ります。ハロー、さあ糸和津 VS アヒル組です。さあ両チームともに終了が進みました。さあ先生は昼組2点選手ですね。さあ米選手、昼組の米選手はシールド4に打ってますね。チャロス選手のデビュー戦ですね。これがチャロス選手はさあ、エトワーズの方は先日のね、チャロス選手ちょっと新しいプレイヤーですね。出場されてますけれども、さあ点差は4対6、2点差をキープしたまま、さあ1点差になりました。残り40秒。さあ追いつきました。8対8。さあ、翔選手とルヒア選手、ヒットレート非常に高いですね。まあ、米選手、シールド役に徹しているせいか、なかなか点は取れてはいないんですけれども。さあ、ここから後半、リードを奪われたところで、さあ、落ちました、10対10。さあ、入り組が取り返した、11、残り10秒。さあ、2点リードは入り組、さあ、このまま、リードを負けてしまうのか。さあ、最後、点を重ねて、残り2点差取れるか。さあ1点差。さあ接戦制したのは12対14でアヒル組です。さあ接戦でしたね。さあ次の試合ですね、第2ブロックの第2試合、アレックスがレッドサイド、ブルーサイドが芝という戦いです。アレックスの方はですね、今大会の、優勝候補の一つなんじゃないでしょうか。このフィレックスの店員さんからなるチームですね。さあ、ユーリ選手と、生命選手は先日の、ビギナーズカップ 2-on-2 大会でも、優勝を飾っている非常に強いプレイヤーですね。はい、対する芝の方は、2回目ですかね、多分大会参加の方は、はい、それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。非常に、最近は試合に出ていただいているチームですので楽しみですね。さあアレックス対芝の対決です。あ、やはり先制点取っていくのはアレックス。あ、ただ芝もいいですね。1点すぐ返していますが、アレックスの方は全員3-3-3-1という生活ですね。さあ芝もなかなかいい戦いしてますね。名前は芝なんですけれどもね、 T シャツはヤシの木っていう芝じゃないんだなっていう。さあ30秒経過したところで10対3。さあやはりアレックス強いですね。生命選手と
そして、はい、生命選手が前衛、有利選手と瑠璃選手が後衛というようなフォーメーションでしょうか。さあ、点差広がって14対4。さあ、生命選手非常にヒットレート高いですね。 50% をキープしている形ですが、さあ残り20秒。さあ14対5。さあ、ここでさらにポイントを取って10点差。さあ、芝の方も2桁得点目指して貢献していきたいですけれども、さあ残り時間が10秒。さあ20点台に突入したレッドサイドアレックス、やはり強い。ここで終了、22対7でアレックスということです。おめでとうございます。さあ、次の試合は、第1ブロックの、第3試合ですね、レッドサイドが、シャケーザ新戦隊、ブルーサイドが鳩組という試合です。さあ、本日のシャケーザ新戦隊は、今ちょっとシャケさん遅れてるみたいなんですけど、ヤジロベ選手と悟空選手とパンちゃん選手の3人が出場してますね。パンちゃん選手、今日は、父の日ということで、ドラゴンボールの父のコスチュームで今日は試合するようです。さあ、いいですね、気合入ってますね。新しい掛け声で気合入れましたけども、はい、それでは試合の方始めたいと思います。試合が始まります。じゃあ、さあ、シャケさん不在のシャケーザ新戦隊いきますよ。ハードさあ、シャケーザ新戦隊対ハト組、試合開始です。さあ、シャケーザの方がシールド2枚展開していきますね。シールド3のシールドを両サイドに貼っていく形でしょうか。悟空選手とパンチャー選手がシールドを振っていて、ヤジロベ選手が攻撃していこうという作戦ですかね。さあ、お互い点を取り合っていて3対3でしたが、1点追加して3対4、ハト組が1点リード。さあ、ハト組の方はですね、まあ、カブトムシ選手が非常に強い選手ですので、そのカブトムシ選手が1-4-4-1ですね。ちょっとシールド割り役に徹する感じですかね、カブトムシ選手の方は。さあ、シャー選手のヒットレート非常に高いですね、55%。さあ、かなりシャー選手が点を重ねてますね、7点目をシャー選手が取ってますね。4対13。さあ、鳩組強いですね、この試合は。さあ、シャケーザ新戦隊、少しのポイントを取っておきたいところ。さあ、残り時間が5秒を切った。さあ、このまま点差を広げて終了ですね。5対16で鳩組の勝利です。鳩組、シャー選手が非常に強かったですね。そうですね、ここは西川さんね。さあ、次の戦いは、第2ブロックの第3試合ですね、性別迷子対チームサルベツという試合です。両チームたまにね、お願いします。はい、それではただいまに30秒の計測を開始いたします。行きましょう。さあ、始まります、性別迷子対チームサルペツ。おっと、いきなり4枚抜きですね、サルペツ1点先取しました。さあ、ただすぐ取り返しますね、性別迷子。ちょっとチームサルペツ、アイロンを1回置けばいいんじゃないでしょうか。また選手がちょっと出ばし外れてしまいましたね。さあ、その隙に点を取られてしまいますが、5対1。何が何でもアイロンは下に置かない。さあ、6対2、さらにポイントを取っていきます、レッドサイド、性別前を。さあ、チームサイド、9対3、2点差広がって残り40秒というところですが、なかなか太田選手が素早く受けられましたね。さあ、これシールドになってきました、レッドサイド。さあ、そう言ってる間に点差広がっていて10点差に広がってしまいましたね。
さあここで宇宙のさあただなかなか点差は縮まりません。タロト君の直井選手非常にヒットレート高かったですね。さあ20対6 14.3。 さあ残り時間が10秒になりました。やはりデビッド・マイゴはさあレッドサイド、試合経験豊富ですので、やはり強いですね。さあ、プレゼンスは1さあ、ここで終了。26対7で性別迷子の勝利です。性別迷子の勝利です。おめでとうございます。はい、ではさあ次の戦いですが、レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドがイトワズという試合です。はい、それではただいまに30秒の休息を開始いたします。さあ最近はこの両チームは戦っている印象があるんですけども、なかなかイトワズが勝ちきれてないかなという印象のカードですね。かなり糸和もマックスファクターを意識しているのかなと思いますので、このアドバンスカップという舞台で勝利を収めることができるでしょうか。さあ試合始まります。マックスファクター対糸和、ハローファイト。さあ先制攻撃かけていきたいとはですね、さあ1点取りました。さあシールド1枚ずつありますが、イエモン選手がシールド3ですね。さあここで点を取り合って2対3点差。さあここで点を重ねて2対5の3点差まで糸を外しましたね。さあ後半戦に向けてこのリードをキープしていきたいところですが、さあイエモン選手が2枚目のシールドですね。さあマックスファクターとしてはここで点差を詰めて、後半戦に臨みたいところですが、糸を外は今回かなりいい戦いできてますが、さあここで1点差まで追い詰める。さあここで並びました9対9。さあここでリードを奪ったマックスファクター、追いつく糸和。さあ残り20秒。さあ後半どうなるか。さあもうマックスファクターはシールドないですが、さあ糸和食らいついていけるか。4点差。おっと点重ねるが追いつけない。終了16対13でマックスファクターの勝利です。マックスファクターの勝利です。おめでとうございます。さあ次の試合は注目の一戦ですね。第2ブロック第4試合、あなたで時たま土の香りがする VS アレックスという試合です。両チームともにね、お願いします。はい、ではただいまより30秒休息を開始いたします。実力的にはこの2チームが第2ブロックは、勝ち上がる可能性高いんじゃないかなと思うんですが、1位通過かけての戦いに、なりうるかもしれないですね。それでは試合の方を始めたいと思います。いきましょう。さあナツキ VS アレックス試合開始です。さあ先制点取るのどちらでしょうか。さあおっとナツキの方シールド展開してきますね。ちょっと今までのナツキの戦い方とは全然違いますね。石井選手がシールド5、ただまだ石井選手はまだ出してないですね、シールドの方はおそらく。さあシールド展開してる間に点を重ねることには成功してますが、まだ点差は1点差。さあここで3点差と並んできた。さあ熊田選手もシールド出して、さあ石井選手も出そうとしてますね。さあ石井選手が出した。さあこの間に、島田選手が点を取っていこうという戦略ですかね。さあこのシールド5を展開している間に島田選手がどれだけ点を取れるかというところですが、さあやはりアレックスも強いですね。さあ1点差。さあ追いついた。
さあまだシールド展開できるところですが、さあ1点、次の1点大事ですね。さあ1点取ったのはナツシ、さあ高すぐ取り返します。さあ1点リードはアレックスですが、すごい追いつきます。さあこのまま、さあドロー、さあここでドローですね。さあ、ただ穴土の方はもうシールドを全て展開してきてますので、攻撃力的にはアレックスでしょうか。さあ先に取っていきたい。さあアレックスしっかり守備を固めてきますね。さあやはり1点取ったのは有利選手ですかね。アレックスが勝利です。9対10、非常にいい試合でしたね。さあ次の試合は、ジャケーザ新戦隊 VS、アヒル組という試合です。さあジャケーザ新戦隊の方は、ジャケーザ選手も到着しましてフルメンバー揃いましたね。ただこの試合にはまだ温存という形でしょうか。リーナーズの時に偶然周りに見てるおっさんたちが、アヒル組も非常に今力つけているチームですので、経験豊富なシャケーザ新戦隊相手にどういう戦い方するでしょうか。シャケーザの知らないかしら、トトンとしてるあの人。はい、それでは試合を始めたいと思います。行きましょう。さあレッドサイド、シャケーザ新戦隊、ブルーサイド、アヒル組、試合開始です。さあシャケーザ新戦隊の方はシールド、これはパンチャンですかね、シールド展開していきます。さあシールド2のパンチャンのシールドですね。さあいいですね、ライヤーから非常にアヒル組の声援が飛んでますが、さあアヒル組強いですね。1対5で4点差、さあ1点返すシャケーザですが、さあここで追いついてますね。さあここでリード、シャケーザ先生がしっかりと点を重ねていきます。さあいい試合ですね。さあ8対8、さあここで1点差で8対10。さあヒル組の方は非常に全員ヒットレートが高いですね。さあシャケーザ新世代の方残り20秒、さあ追いついていきたいところですが、さあもうシールドはない状態で、さあ打ち方できるでしょうか。残り10秒、さあ1点差、さあ次の1点どっちに入るか。さあヒル組は2点重ねる。さあ2点差、さあここで試合終了、13対16でアヒル組の勝利です。勝利を確信した翔くん、残り1秒でガッツポーズでしたね。13対16でブレスサイドアヒル組の勝利です。さあ翔選手が MVP 独占ですね。素晴らしい。さあ次の試合が、性別迷子対芝ですね。びっくりしたわ。シェルマン始めていきます。それでは行きましょう。さあレッドサイドが性別迷子、ブルーサイドが芝という試合です。さあ試合開始です。さあ先制点いきなり4枚抜きですね。さあ次に1点も重ねて2対0。さあ芝の方は2-4-3-1-2-3-4-1-4-3-2-1というパラメータですね。さあシールドを展開しながら芝の方はしっかり戦えてますね。ただ性別迷子、やはり個人の能力は高いですね。点を重ねていきますね。6対3。さあ芝の方もいいですね。シールドをしっかり使いながら、狙って、そうですね、集中攻撃結構しているような感じが見えますが、さあただ9点差は10対4、6点差。芝の方はですね、全員スピードにですけど、一人だけが4。ステップ前はね、ほぼ全員同じようなスキルですね。さあ12対4と3ポイント。さあ芝の方もちょっと点取っていきたいところですね。さあ13対4、ここ20秒。
写真家の手が上がってますよ皆さん、 LINE オーバー資料つけてください。さあ、性別ないことしては特殊性差を考えるとやはり点は取れるときに取っておきたいというところです。さあ、残り10秒、さあ、取りに行けるか。さあ、16対5、さらにポイントを取ります。さあ、17対5、17の点を取り合って、さあ、19対6で性別迷子の勝利です。性別迷子の勝利です。おめでとうございます。さあ、次ですが、第1ブロックの第6試合、レッドサイドが糸和ず、ブルーサイドが鳩組という試合です。さあ、ここまで糸和ずは0勝2敗、鳩組は1勝1敗という、ここまでの経過ですが、そうですね、糸和ずの方が今日はなかなか惜しい試合をものにできていない感じなんですが、さあ、鳩組相手に、本日初勝利収めることできるんでしょうか。はい、それでは試合の方始めたいと思います。いきましょう。さあ、糸和ず VS 鳩組の試合です。ファイト。さあ、4枚抜きはこれ鳩組選手の4枚抜きですかね。さすが、うまいですね。さあ、鳩組の方はシャア選手と鳩組、鳩選手ですねが、2と3にシールドで両サイドに、展開していく、カブトムシ選手が点を取っていこうとそういう作戦でしょうか。さあ、作戦はまっているんでしょうか。2対4で2点差、3点差つけてる、鳩組ですね。さあ、糸和ずの方まずシールドを率先してやはり壊していきたいですね。なかなかシールド壊れないですね。皆さんね、少し年齢が上ですからね、体力面でね、ここで若い長寿君に試合し選手、非常に低い位置から攻撃しますが、さあ、やはりカブトミ選手、ヒートレッド高いですね。さあ、球数もしっかりと出して、かつ当てているという形ですが、ただシャー選手の方が KO は多いですね。非常に前衛でシャー選手がシールドを使いながら今攻撃できているようです。さあ、点差は6対14で8点差。さあ、大量リードになった鳩組の方ですが、さあ、糸和ずの方もうちょっと点を取っていきたい。さあ、ここで終了。8対15で鳩組の勝利です。ブルーサイド鳩組の勝利です。おめでとうございます。さあ、次の試合は、レッドサイドがアレックス、ブルーサイドが、チームサロペッツという試合です。お願いします。それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。さあ、アレックス VS サロペッツ、試合開始です。さあ、いきなり4枚抜きですね。さあ、一気に点加算で3対0。さあ、やはりアレックスは今大会の優勝候補ですので、ちょっと先ほどのアナツの32対0というのにちょっと対抗しようという意識あるでしょうか。さあ、点差残り50秒で15対1、非常にハイペースで点を重ねてますね。さあ、ただ18対2、おっと、点は取れてますね、サロペッツ。さあ、3点おそらく物理的には一番強いチーム、サロペッツ。さあ、21対3、21対3、残り30秒。さあ、残り時間が間もなく20秒。さあ、残り20秒ということで24、25対5。さあ、ただ点取れてますね、サロペッツの方。さあ、徐々に勘を取り戻して来てるんでしょうか。さあ、点差どこまで広がってしまうのか。さあ、ここで試合終了、33対7でアレックスの勝利です。33対7でアレックスの勝利です。おめでとうございます。なんでそんなまばらな成立なの。さあ、次の試合は第1ブロックの第7試合ですね、シャケーザ新戦隊 VS 糸和ずという試合です。
さあ、シャケーザ新戦隊の方はついにシャケーザ選手が登場ですね。はい、ではただいまより30秒の計測を始めます。はい、では試合の方を始めたいと思います。行きましょう。さあ、始まります。シャケーザ新戦隊 VS フットワーズ、ファイト、試合開始です。さあ、両チームシールド1枚ずつ展開。さあ、シールドの値はどうなんでしょうかね。パンちゃんの方が2、ね、トーズの方はシールドプレイヤーはいないですね。3331、2人、2341人というパラメータです。さあ、点差3対3。さあ、序盤の猛攻は同点というところでしょうか。さあ、お互い点取り合って5対5、まだ同点ですね。さあ、イトワーズの方はシールド1ですが、しっかりとシールド展開しながら攻撃をしていますが、さあ、パンチャンの方もあと残り1枚ですね、シールドの方が。さあ、パンチャン非常に体柔らかいので、こう、そうですね、体の柔らかさを使いながら、しっかりと避けてますね。さあ、そろそろ最後のシールドをパンチャンが出していきます。さあ、ここから最後、点差詰めることできるでしょうか。さあ、ただすぐはしまう。さあ、4点差。さあ、3点差。さあ、残り15秒。さあ、シャケーザーの方は追いつくことできるでしょうか。さあ、イトワズはシールド、残りのシールドを展開して逃げ切ろうというところでしょうか。さあ、ここで試合終了。13対17で、イトワズの勝利です。久我選手が非常にヒットレート高いですね。さあ、次の一戦も、注目の一戦ですね。性別迷子対アレックス。ここまで性別迷子の方は、2勝0敗、アレックスの方が、1試合多くてですね、3勝0敗ですね。さあ、アレックスにとってはこの試合が、予選リーグ最終戦になります。さあ、性別迷子としてはやはりトップランカーを目指そうというチームですので、アレックス、新チームのアレックスにはちょっと負けたくないところでしょうか。はい、それでは試合の方を始めたいと思います。それでは行きましょう。さあ、始まります。性別迷子対アレックス、試合開始です。さあ、非常にアレックスの方の動きが激しいですね。さあ、1点先取したのはアレックス。さあ、2341333331331というアレックス。さあ、性別迷子も、序盤点差離されずに食らいついていきたいところですが、さあ、序盤非常にユッティ選手がヒットレートが高かったですね。さあ、点差は5点差。さあ、両チームシールドを使いながら攻撃をしていこうというところですが、さあ、徐々に点は広がって6対11で5点差ですね。さあ、残り30秒。性別迷子。さあ、食らいついていきたい。さあ、残り時間がまもなく20秒になりました。残り20秒。8対15。8対15。7点差ですね。さあ、8対16。8点差。さあ、やはりアレックス。非常に強いですね。攻撃をしていく。しかし、強いアレックス。さらにポイントを取ってきます。さあ、10点差。さあ、これでポイントを取った。性別迷子、12対19。さあ、最後。食らいついてきましたが、12対19でアレックスの勝利です。アレックスの勝利です。ありがとうございます。さあ、ここで、対戦表の方をちょっと見てみましょう。第1ブロックの方はですね、現在、2勝0敗でマックスファクターが1位、2位が、2勝1敗で、鳩組が2位と。ただアヒル組、現在3位という順位ですが、まだ2勝0敗で、まあ、マックスファクターと、勝ち数的には並んでいますね。
さあ次の一戦がそのマックスファクターとアヒル組という戦いです。第2ブロックの方が、現在1位が、先ほどの試合を終えて、4勝0敗と、全て全勝をしましたアレックスが1位ですね。2位が現在2勝1敗で性別迷子、3位がまだ1勝1敗、2試合しか消化してませんが、あなたってドクターも月の香りがするが3位、まだまだどのチームが勝ち上がるかちょっとわからないところですね。問題なければ成立お願いします。さあということで、次も決勝トーナメント進出に向けて負けられない戦いですね。マックスファクター対アヒル組の試合です。はい、それではただいま30秒計測を開始。はい、終了です。さあ2勝0敗同士の対決です。レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドがアヒル組。それでは参りましょう。さあ試合開始です。さあイエモン選手がシールドを展開、その隙に2点をほとんど取っていきましたが、さあイエモン選手がシールド3、ヨネ選手が、シールド4という形ですね。さあ両チームとも非常に、防御力高めなシールドを用意してきてますが、さあ点差広がりますね。5対0、5対1。さあここでシールド展開していきました。さあここでヒエモン選手もさあシールド打とうとしましたが、ここでシールド出しましたね。さあ5対3。さあ両チームシールドを率先して壊していきたいところですが、さあアヒル組の方ヨネ選手のシールドはさあ最後ですね、最後の1枚を出そうとしてます。ちょっと出し方下向きになってしまいましたかね。さあマックスファクターの方もシールドを全て出し切っていますね。さあ残り3点差をキープすることができるんでしょうか。さあ3点差。さあこのまま逃げ切りました。マックスファクターが13対10で勝利です。おめでとうございます。さあ次の試合がレッドサイドが、あなたって時たま土の香りがする、はい、ブルーサイドが芝という試合です。両チームともにね、お願いします。はい、それではさあ那須地の方はここまで1勝1敗ですね。芝の方が、0勝2敗というところです。さあ那須地の方はかなり今大会にかける思いはすごくてですね、まあ、初タイトル取りたいと、はい、いうところですが、あまずは決勝トーナメント進出を決めたいところですね。いきましょう。よいしょ。それでは参ります。さあ花土 VS 千葉試合開始です。さあ先制点は花土。さあ3-3、3-3、3-1、3-3、3-1、2-4、3-1という姿です。さあ芝もでもいいですね、動きが。さあ芝も非常に試合を重ねていくたびになんか上手くなっているようなチームですので、さあ那須地相手にどこまで通じるかというところですが、さあやはり那須地の方シールドをしっかり使いながら攻撃していきます。さあ点差は7対5で2点差。さあいいですね、芝の方も非常に食らいついてますね。ただ後半ここからどこまで食らいついていけるかというところですが、やはり後半強いのは那須地ですね。10点差。ここから一気に点差を離している。10点差、11点差。さあ残り時間が20分切った。16対5、さらにポイントが上がってくるレッドサイドは荒土。さあ非常にここでポイントを少しでも取っておきたいところ。さあだがなかなか思うようにポイントが取れない。さあ非常に荒土の動きが素早く低いのでなかなか狙いづらいですが、
はいはい、強い。あとで試合終了、25対5で、花田としても土の香りがするが、勝利です。はい、それでは次の試合がレッドサイドがシャケーザ新戦隊、ブルーサイドがマックスファクターという試合です。お願いします。はい、それではただいまより30分する開始です。さあここまで、マックスファクターの方は3勝0敗、シャケーザ新戦隊の方が、0勝3敗とまだ勝ち星がないですね。シャケーザ新戦隊の方は珍しいですね。さあこの両チームとも、まあ、何度も対戦はしていると思いますので、シャケーザ新戦隊としては何度か一勝をもぎ取りたいところですね。さあ試合開始です。シャケーザ新戦隊 VS マックスファクター、ファイト。さあ神さん選手がいつも通りジャンピングシールド、さあ2点選手していきますね。マックスファクター、さあ悟空選手がシールド3ですね。さあこれで3ポイント獲得でした。さあいいですね、悟空選手のシールドを出している間に、しっかり点を取っていきましたが、ただ点は1点リードしているのはマックスファクター。さあ追いついた、残り40秒、7対7同点ですね。さあ次のシールドを張っていきたいところですね、悟空選手の方は。さあただいいですね、点を取っているのは武田。さあかなりいい勝負ですね。さあ悟空選手がシールド張りたいところですが、なかなか張れない。さあちょっともったいないですね、シャケーザの方。悟空選手がシールドをうまく張れてないでしょうか。さあ点差その隙に広がってしまって10対18。さあここで最後後半点差広がってしまいました。10対20でマックスファクターが勝利です。さあ対戦表を見てみましょう。第2ブロック、1位通過決めているのはアレックスですね。第2通過、ね、次の試合で決まります。性別迷子対花土、現在、2勝1敗同士の戦いとなります。さあ性別迷子対花立てたとま土の香りがするの試合です。さあ現在両チームとも2勝1敗同士というところでして、こちらの試合で勝った方が決勝トーナメント進出決めるという重要な一戦です。残り時間10秒です。それでは試合の方始めたいと思います。行きましょう。さあどちらが決勝リングに上がれるか。さあ性別迷子対花土、試合開始です。さあ花土の方がシールド1枚2枚展開してきますね。3枚それぞれ1人ずつ展開してきますが、さあ石井選手がやはりシールド5、この隙に島田選手が、点を取っていこうという戦略ですかね。さあ花土は本日は何か新しい作戦で挑んできている感じですね。さあ島田選手も重ねてシールド貼っていきます。さあ点差2対4 2点差。さあシールドを前向きに使っております。さあ残り全員シールドの1枚というところで、最後の石井選手シールド5を貼りました。レッドサイド、さあ石井選手のシールドがあるうちに打点を重ねていきます。さあいいですね、島田選手球数非常に多いんですが、ヒットレートも 36% ぐらいと、KO も4取ってますね。さあロナウド選手、今日はロナウドという名前ですが、かなり点を取ってますね。さあシールドを全部使い切ったナッチ、さあ逃げ切ることができるでしょうか。残り5秒。さ
さあ逃げ切りました。7対12、花土の勝利です。さあこれで花土が2通過決定ということですね。おめでとうございます。さあ第1ブロックの方も、対戦表を見てみましょう。さあ最終戦ですね。アヒル組対鳩組、どちらも2勝1敗ということで、この試合に勝った方が第1ブロック2位通過を決めるという重要な一戦です。はい、第1ブロック最終試合にして、さあ第1ブロック最終試合です。アヒル組対鳩組、こちら同門対決ですね。レッドサイドアヒル組 VS ブルーサイド鳩組の試合を始めたいと思います。両チームともにね、お願いします。はい、それではさあ、ね、兄弟チーム、さあ両チームとも常に一緒に練習しているチーム同士だと思いますが、さあどちらがこの戦いを制して決勝リーグに進出するのか。鳩組の方には孤高の波動プレイヤーカブトミス選手が加入ということで、非常に戦力的にはこうしてるんじゃないでしょうか。行きましょう。さあ昼組 VS 鳩組、勝った方が決勝トーナメント進出です。さあ両チーム1枚ずつシールドを貼っていきますね。さあ2枚目ありましたね。さあ加藤選手がシールドさん、あの奥にいる足立さんは完全に逃げ遅れましたね。あれ、はい、さあ先制点は鳩組ですね。さあ加藤選手と鳩選手が同時にシールドを展開。ブルーサイド鳩組1枚。さあいいですね、カブトミ選手が非常に手を取ってます。さあアヒル組ポイント取りに行けるのか。さあこれ強いですね、ハト組の方がちょっと予想外の一方的な展開ですが、さあ後半アヒル組盛り返すことできるでしょうか。残り30秒。さあやはりシールド壊していきたいですね、アヒル組は。なかなかハト選手のシールドがずっと追い続けちゃうので、なかなか思うように点は取れないですね。さあ5対11。さあここから挽回できるでしょうか。昼組5点差、残り時間が10秒。さあ5点差7対13。さあここで試合終了、7対14で鳩組の勝利です。おめでとうございます。さあこの勝利によって2位通過が鳩組決定ということですね。おめでとうございます。本日予選最後の試合です。第2ブロックの、最終戦ですね。芝 VS チームサロペッツの試合です。両チームともにでお願いします。はい、それではただいま2時30秒です。さあ両チームとも今までまだ勝ち星がないですが、こちらでどちらのチームが、1勝目を取ることができるんでしょうか。さあサロペスの方はですね、まだ公式戦1勝もしてないんですね。過去何大会か出場していただいてますが、まだ公式戦勝ち星がないということで、芝相手に勝利することができるんでしょうか。参ります。ハロー、さあ試合開始です。さあサロペットブルーサイドからチームさあ先制点は芝打つたびにパチパチしてますね。さあそのパチパチの状態はいかに追いつきますが、すぐ取られてしまいますね。さあ、タロペス頑張ってほしいところですが、さあ、いいですね、ちゃんとシールドも展開して、アスがやはり芝、ここは負けられないところですね、芝としては。さあ、あと、アイロンのコードがほつれました、気をつけてください、気をつけてください、転ばないように気をつけてください。さあいいですね、サロペスの方は10対、さあコードを巻いて、コードを巻いて、さあ10対6、10対6、
さあでもいい試合しますね。4点差。さあ追いつくことできるでしょうか。タロペッツ、さあ初勝利目指して残り20秒。13対7。さあ太田選手が非常にアイロンを持って前衛に陣取ってますが、さあ残り5秒。さあここで試合終了、16対8で芝の勝利です。というわけで、予選リーグ全試合終了しました。第1ブロック1位通過は4勝0敗全勝で勝ち取った。2位は、3勝1敗で鳩組、マックスファクターと鳩組が第1ブロックからは、決勝トーナメント進出を決めてます。さあ第2ブロックの方が1位通過が、4勝0敗全勝でアレックス、2位通過が、3勝1敗であなたって時たま土の香りがする、アレックスと穴土が、第2ブロックからは決勝トーナメント進出を決めています。このタイミングで、皆さんと意気込みをインタビューしたいと思いますので、どっちかにしよう、どっちか、じゃあ、どっちかにしようかな。はい、じゃあ、ただ、マイクの都合でここまでしか行けないので、みんな寄ってきてください。はい、見事決勝進出おめでとうございます。じゃあ、今のお気持ちを一言どうぞ。そうですね、まあ、2位通過っていう形になっちゃって、すごい悔しかったんですけど、まあ、決勝に、今日は秋田に三浦を落としてきてるんで、三浦にいい方向ができればなと思います。頑張ります。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、高等形式みたいな感じで一回ぐるっと回って、はい、じゃあ、はい、はい、見事、研究所進出おめでとうございます。はい、では、気持ち一言お願いします。とても緊張してるんで、もうちょっとよく、はい、とても緊張してるんですけれども、波動を楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、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 みおさん初出場、そして初決勝戦進出おめでとうございます。今のお気持ちどうぞ。さっき兄弟チームの秋組とやって勝ってきたので、ちょっとこれ秋組の気持ちを受け継いで頑張りたいと思います。はい、お願いします。頑張ってください。はい、じゃあ最後ですね、はい、アレックス、はい、気持ちどうぞ。1位で通過することができたので、このまま1位を取りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。頑張ってください。お願いします。はい、ということで、以上の4チームで今日は試合をやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。頑張りましょう。よろしくお願いします。ちょっと波がバラバラ。さあ、まもなく決勝トーナメント1戦目が始まります。決勝トーナメントは2セット選手の試合形式となります。決勝トーナメント1戦目は第1ブロック1位通過のマックスファクター対第2ブロック2位通過のあなたって時たま土の香りがするの試合となります。レッドサイドマックスファクター VS ブルーサイドあなたって時たま土の香りがするのまず1本目いきたいと思います。両チームともにレイお願いします。はい、それではただいまより30秒計測を開始いたします。両チームとも非常にいろいろな大会で好成績は残しているんですけども、なかなか、タイトルを取るという、ところまでは至っていないという、2チーム。今大会にかける思いは、非常に強い2チーム同士の対決ですね。さあ、両チームともにエントリー完了していますので、試合の方始めていただきたいと思います。皆さんよろしいですか？いきますよ。参りましょう。さあ、決勝トーナメント1戦目マックスファクター対アナツチ、それではいきます。波動1本目です。ファイト。
さあ両チームシールド展開、花土の方は、予選とはだいぶ変えてきてますね。シールドは出していますが、石井選手も3-3-3-1と非常に攻撃的なパラメーターでこの試合挑んできてます。さあやはり点取っていきますね花土。ただでもスパクタも、後半非常に強いチームですので、巻き返ししていくと思いますが、さあ点差は4点、5点、5点まで広がりましたね。4対9、残り40秒後半戦というところで、さあ家も選手もしっかりと、シールド3のシールドを張っていきます。さあただやはり穴土、まあ、マックファクターとも何度も対戦はしていると思うので、まあ、相手の力は分かっていると思いますが、やはり強いですね、アナツの方も。さあ7対13、残り10秒というところで6点差。さあ7対14と7点差、さらにポイントを超えてくれるうるさいアナツチ、マックファクターも必死に追いつける。さあ両チーム点を重ねていきますが、差は縮まらない。ここで終了、9対17で穴土が1本目を取りました。1本目、穴土の勝利です。おめでとうございます。それではデバイスを起動します。はい、では2本目始めたいと思います。マックスファクター対行きましょう。あなたって時たま土の香りがする。決勝トーナメント1戦目、参りましょう。2本目です。波動ファイバー。さあこの試合穴土が取ると決勝戦進出を決めるという戦いです。さあその穴土が2点先取してますね。0対2。今回はイニエモンがシールドに行きます。そうですね、マックスファクターの方がシールドに振らず攻撃に振り切ってますが、なかなか点取れないですね。一方穴土の方が序盤で非常に大きな点差をつけてます。2対12。すでに10点差。さあ穴土の方はしっかりとシールドを使いながら、2対13、ロナウド選手がシールド2でやや強めのシールドですが、全選手しっかりとシールドを使いながら攻撃できますね。さあ島田選手のヒットレートが非常に高い 54%。 さあこれはかなり一方的になりましたね。4対19、5対19。さあマックファクターの方も最後意地を見せてほしいところですが、さあ残り時間が10秒切っている。7対22。はい、ですね、ちゃんと最後まで家本選手も諦めずに戦ってますね。さあここで試合終了、7対24で穴土が2本連取決勝戦進出を決めてます。さあ決勝トーナメント2戦目ですね。第1ブロック2位通過の波動組対、第2ブロック1位通過のアレックスという試合です。いきましょう、波動組対波動組 VS アレックス決勝トーナメント2戦目、まずは1本目です。さあいきなり4枚抜きアレックス決めていきますね。さあ2点目も取って、さあ3-3-3-1、3-3-3-1、2-3-4-1というアレックス、1-3-3-3-3-3-3-1、2-3-4-1という波組。さあ波動選手のシールドを出している間に点を取っていきたいですね。波動組の方ですが、ただアレックスも、まあ、シールドに対応する能力は非常に高いですので、やはり点を重ねてますね。3対13、残り40秒。さあ残り時間がまもなく30秒になろうとしております。あやはりアレックス強いですね。かなり一方的な展開になってきました。ブルーサイドアレックス強いぞ。これは4対18。平明選手すごいヒットレートですね、 70%。 KO も12取ってますね、13取りましたね。さあやはり鳩組は前衛の平明選手をなんとか、食い止める手立てを考えないと次のセットも危ないですね。さあ
試合終了です。9対29。せいめい選手すごいですね。11,680ポイント。さあ MVP も独占ですね。いきましょう。さあハト組バサスアレックス2本目です。さあハト選手シールド出すところ狙われますね。リスキル食らいましたね。さあハト選手がシールド3を出しましたね。さあレックスの方も攻撃重視のパラメーターですね。さあ点を重ねていきます。さあハト選手が2枚重ねてその間に、点取っていきたいところですね。あ、いいですね。シャー選手非常に低い位置取りで攻撃をしておりますが、さあやはりアレックスの個人技が非常に高いですね。さあユーリ選手、フェンメ選手両方とも 50% 近いストレートです。さあ残り20秒。さあ残り10秒、点差は10点。さあ追いついていくことができるか勝組。さあただここで試合終了。11対20。アレックスが日本連取で決勝戦進出決定です。さあ間もなく3位決定戦が始まります。レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドが鳩組という3位決定戦になります。はい、レッドサイドマックスファクターのブルーサイド鳩組の3位決定戦始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではただいまに30分の休息を開始いたします。今大会はですね、3位でも賞金が、4万円となってますので、はい、残り10秒です。この一戦に、勝つか負けるかは非常に大きい差ですね。3位決定戦1本目始めたいと思います。それでは3位決定戦始まります。マックスファクター対ハト組1本目です。さあハト選手がシールド展開、イエモン選手もシールドを展開していきますね。さあシールドの対はイエモン選手が3、ハト選手が4というシールドですね。さあハト選手、2枚目もですかね、これ出してますかね。さあ序盤の接戦は2対4で、ハト組が制している形ですが、さあこれハト選手は最後のシールドですね。さあ後半、シールド温存しているマックスファクター、さあ後半どういう戦い方になるでしょうか。さあイエモン選手が2枚目シールド展開です。さあもうハト組の方はシールドありませんので、そのリードをいかに保つことができるかという戦いですね。さあ対するマックスファクターの方はイエモン選手の最後のシールドを使いながら逆転していきたいというところでしょうか。さあ2点差。さあ追いつくことができるかマックスファクター。2点。さあ3点。さあいいですねハト組。さあ最後の最後ギリギリリードを保って1本目制したのはハト組です。さあ序盤と終盤にシールドを使い合うという、非常に面白い展開でしたね。さあそれでは2本目いきたいと思います。まいりましょう。さあ3位決定戦マックスファクター対ハト組2本目です。さあハト組がこの試合制すると
3位決定という形になりますが、さあ序盤は1対1、1点ずつ取り合う格好ですが、さあやはり鳩選手がシールド4、サクサーはもうシールドなしで攻撃に転じる形ですね。さあ前衛のイエモン選手対シャー選手、非常に激しいですね。さあイエモン選手と中地選手、非常に前衛張って非常に攻撃的な戦い方ですが、さあ点数は5対8、まあ、3点差、2点差というところで後半戦です。さあいいですね、シャー選手も非常に前衛を張りながら戦ってますが、さあ上さん選手が、後ろからのストレートが非常に高いですね、 50%。さあシャー選手が非常に点取っていきますね。さあマックスファクターとしてはシャー選手を抑えて逆転まで持っていきたいところですが、点差は5点差。さあ残り10秒切ったところであと4点取ることができるか、マックスファクター。さあ1点取り合って、さあさあこの接戦制したのは鳩組、日本選手で鳩組が見事3位に輝きました。さあいよいよ注目の決勝戦が間もなく始まります。決勝に進出したのは、あなたってちょっと土の香りがするお、はい、それでは1本目30秒で紹介します。さあレッドサイドがアナツチ、ブルーサイドがアレックスとなります。さあアナツチの方は本日リーダーのミラ選手が、秋田にいるというところで、本日の大会出てないんですけども、ミラ選手の思いも背負って初のタイトル出しに、この決勝戦に挑んでいますね。さあ対するアレックスも今非常に強いチームですので、楽しみな決勝戦です。いきますよ、ハロー、ファイト。さあアドバンスカップ決勝戦、まずは1本目です。さあ先制点はアレックス。さあ3331、3331、2341というアレックス、2431、3331、3331というアナツチ。さあ序盤点を取り合う展開で2対3、さあ3対5、2点差ですね。さあアナツチは非常にシールドを使いながら、戦っていくのが非常にうまいチームですね。さあやはり接戦ですね。さあ3点差に広がって後半戦。さあやはり生命選手が非常に高いストレートですね。アナツとしては、前線に張っている生命選手をなんとか食い止めたい。さあ3点差、さあ残り15秒というところで、さあ次の1点どっちに入るのか。さあアナツがさあここで追いついた。さあ次の1点大事ですが、さあ残り5秒、1点取り返すことができるか。さあアナツの方が同点に追いつくことができるか。さあここで試合終了。さあ最後2点加算したアレックスがまず1本目を制しております。13対15で、アレックスの勝利です。では2本目いきましょう。さあアナツチ VS アレックス決勝戦2本目です。さあ先制点はアレックス。さあただすぐ返しますが、さあただ点を重ねるのはアレックスの方ですね。さあシールドプレイヤーは誰もいないですね。さあ1点目と同じような展開になってきてますが、現在点差は3対5で1点差。さあ1点差に追いつく。
両チームとも非常に1のシールドを使うのがうまいチームですので、さあ非常に同じようにシールドを使っていきますね。さあ後半戦入って、さあ1点差に追いつく。さあここから残り30秒のもうこうどちらが制するんでしょうか。さあ足立チーム取りに行けるか。9対11。さあ非常に1本目と同じような展開なんですが、さあここで足立チーム食い下がって逆転まで持っていくことができるでしょうか。さあ残り15秒。さあ1点差まで追いつく。さあ残り10秒。さあ2点差。さあ追いつくことができるか足立チーム。さあ惜しくもここで終了。13対14。2本目も制したアレックスがアドバンスカップシャープ1初代王者に輝きました。この勝負アレックスの勝利ということで、優勝はアレックス
入賞報酬10万円を贈呈いたします。初代王者に輝いたのはアレックス、非常に強くてですね、他のチームも非常にいい戦い濃くてですね、見応えであった大会となったと思います。それではまた次の大会でお会いしましょう。さようなら。